マジックの世界へようこそ。あなたはプレインズウォーカー、多元宇宙の無数の世界を渡りながら戦う強力な魔導士です。あなたの物語はスキルクエストから始まります。これはあなたの技術を磨き、戦いに備えるためにデザインされた課題です。スキルクエストを再びプレイしたい場合、ヘルプメニューから行うことができます。プレイヤーはライブラリー、つまり混ぜ合わされたカードの束を持ってゲームを始めます。あなたのライブラリーには敵を倒すために必要となるクリーチャーとその他の呪文が入っています。あなたは各ターンに1枚ライブラリーからカードを引いて手札に加えます。あなたが見ることができるのは自分の手札にあるカードだけです。対戦相手のライフを20から0まで減らすとあなたの勝ちです。カードにズームインするには、その上にカーソルを動かし、マウスのホイールを上に回します。ではやってみましょう。カードにズームインすると、右側にある詳細ボックスからその能力をより詳しく知ることができます。マウスホイールを下に回してズームアウトします。これでこのスキルクエストは完了です。上出来です。いつでも好きなカードにズームインして、それについて知ることができます。このスキルクエストでは、クリーチャーで攻撃して対戦相手のライフを減らす方法について学びます。クリーチャーはそのパワー分のダメージを与えます。パワーとは右下にある数字のうち左側にあるものです。クリーチャーは攻撃するとタップされ横向きになります。こうすることでカードがそのターン使用されたことを表します。タップされたカードはあなたのターンの最初にアンタップします。このターンに対戦相手を倒せば、このスキルクエストはクリアです。攻撃させたいクリーチャーそれぞれについて、それをクリックして対戦相手の方へドラッグします。すべて攻撃をクリックすると、あなたのクリーチャーすべてで攻撃することができます。攻撃させたいクリーチャーを選んだ後、攻撃を確定をクリックして攻撃を確定させます。素晴らしい。クリーチャーで攻撃することは勝利への確かな道の一つです。次のスキルクエストでは、対戦相手の攻撃から身を守る方法を学びます。対戦相手の攻撃クリーチャーをブロックできるのは、あなたのアンタップ状態のクリーチャーだけです。ブロックされたクリーチャーはあなたにダメージを与えず、それをブロックしているクリーチャーにダメージを与えます。また、あなたのクリーチャーもその攻撃クリーチャーにダメージを与えます。クリーチャーが一つのターンの中でそのタフネス以上のダメージを受けると、それは破壊されます。タフネスとは右下にある数字の右側のものです。対戦相手のターンを生き延び、自分のターンで勝利すれば、このスキルクエストはクリアです。あなたのライフは6しかないため、大ぐらいのワームの攻撃を受けると負けてしまいます。ブロックするようにしましょう。まず、あなたのゴブリンの長槍使いを選び、それから攻撃してきている大ぐらいのワームを選んで、ブロックを確定を選びます。相手の攻撃をブロックするには、あなたのクリーチャーの1体をクリックして、ブロックしたい攻撃クリーチャーの方へドラッグします。ブロックさせたいクリーチャーを選び終わったら、ブロックを確定をクリックします。
お見事です。危険なクリーチャーをブロックすることで猛攻撃を生き延びることができました。では攻撃してゲームに勝利しましょう。対戦相手は負け寸前です。炎の精霊を送り込んで勝負を決めましょう。素晴らしい。アンタップ状態のクリーチャーのみがブロックできることを覚えておいてください。ここまでクリーチャーの攻撃とブロックを見ていきました。次はそれらを戦場に召喚する方法について知りましょう。呪文を唱えるためにはマナが必要です。マナとはあなたの土地から出る魔法のエネルギーです。土地を1枚タップする、つまり横向きにすると1点のマナが出ます。タップすることでカードがそのターン使用されたことを表します。呪文のマナコストはカードの右上に書かれています。例えばエルフの戦士のマナコストは緑マナ2点です。稲妻の精霊を唱えるためには赤マナが1点必要です。赤マナは山から得ることができます。加えてどの種類でも良いので3点のマナが必要です。この3点のマナはどの土地をタップしても得ることができます。クリーチャー呪文を唱えるとそのクリーチャーは戦場に出ます。クリーチャーは召喚されたそのターンには攻撃できません。これは召喚酔いと呼ばれ、渦を巻くようなエフェクトで表されます。召喚酔いのクリーチャーでもブロックすることはできます。いくつかのクリーチャーは速攻という能力を持っています。速攻を持つクリーチャーは召喚酔いの影響を受けません。このスキルクエストは対戦相手のターンから始まります。あなたの次のターンで勝利できればクリアとなります。あなたのエルフの戦士はタップされているためこれではブロックできません。対戦相手がちょうど今召喚したクリーチャーはこのターンは攻撃できませんが、あなたの次のターンにブロックすることはできます。手札にある呪文を唱えるにはそれをクリックします。よくできました。あなたのタップ状態のカードは土地とクリーチャーの両方ともあなたの次のターンの開始時にアンタップされ、また使えるようになります。マジックにおけるターンはいくつかのフェーズに分けられます。ターンの初めにあなたは自分のタップ状態のカードをすべてアンタップしてカードを1枚引きます。メインフェーズは2つ存在し、それぞれ戦闘前メインフェイズ、戦闘後メインフェイズと呼ばれます。ほとんどの呪文はあなたのいずれかのメインフェイズの間でだけ唱えることができます。あなたの手札にあるカードが光っているならそれはその呪文を唱えたり土地をプレイしたりできるという意味です。戦闘フェイズについてはすでに見てきました。クリーチャーが攻撃、ブロックを行います。クリーチャーに与えられたすべてのダメージは各ターンの終了時に消滅します。その後次のターンが始まります。このスキルクエストはあなたの第一メインフェーズから始まります。
あなたのエルフの戦士と勝利の前に闇滑りのドレイクが立ちふさがっています。攻撃する方法を見つけてこのターンに勝利しましょう。上出来です。適切なタイミングで適切な呪文を唱えることが勝利と敗北の分かれ目になります。1体の攻撃クリーチャーを複数のクリーチャーで集団を組んでブロックすることができます。こうして団結するのは大きな脅威に対抗する良い方法です。対戦相手は攻撃クリーチャーがあなたのブロッククリーチャーに対してどのようにダメージを与えるかを選びます。通常攻撃クリーチャーはそれをブロックしているクリーチャーに全てのダメージを与えます。しかしトランプルを持つクリーチャーは余ったダメージを防御プレイヤーに与えることができます。このスキルクエストではトランプルと集団ブロックについて実際に見ていきましょう。来たる攻撃をブロックし次のターンで勝利できればクリアとなります。相手の攻撃をブロックするにはあなたのクリーチャーの1体をクリックしてブロックしたい攻撃クリーチャーの方へドラッグします。ブロックさせたいクリーチャーを選び終わったらブロックを確定をクリックします。お見事です。インスタントは特殊でいつでも唱えられる呪文です。あなたのターンでも対戦相手のターンでも戦闘の間でもインスタントを唱えるとそれはゲームに効果を及ぼした後墓地に置かれます。例えばブロッククリーチャーが選ばれた後戦闘ダメージが与えられる前にインスタントを唱えることができます。このスキルクエストでは対戦相手のライフは6です。このターンで勝利する方法を探しましょう。
対戦相手がブロックする前に巨大。しかしそれではどのクリーチャーが大きくなって勝ちに来ているかを対戦相手に教えることになります。対戦相手がブロックを宣言し終わるまで待つようにしましょう。インスタントは特殊でいつでも唱えられる呪文です。このスキルクエストでは対戦相手あなたが行動できる番になるとタイマーがカウントダウンしていきます。インスタントを唱えたい場合、タイマー停止をクリックします。これであなたはプレイを考える時間を作ることができます。抜群です。唱えたいと考えているインスタントを持っている場合、タイマーを止める準備をしておいて機会を逃さないようにしましょう。